ネイティブスピーカーって共通テスト何分で終わる？ちょっと長いよ。Books are not returned by the due date. You will not be allowed to borrow books again in 3 days. これめっちゃ難しい。1。え？はい、始まりました。もちろんですね。さあ、今回は久しぶりにニックにおいでいただきました。ちょっと喋るの早すぎるよ、大丈夫。何言ってるか分かんない。はい、ね、始まりました。一応外人だからさ、ゆっくり喋ってくださいよ。ニックです。はい。はい。身近なちょっと疑問が。なるほど。ネイティブスピーカーって共通テスト何分で終わるんだ？それは人によってじゃない。その、俺が多分言っちゃいけないかもしれないんだけど、あんま得意じゃないの、テスト。もともと俺がね。時間かかる方かもしれないね。なるほど。じゃあちょっと、実験してみようかなと。はい。思います。えっ、日本人ちなみにこれどれぐらいかかるかっていう。試験時間は80分の。80分、はい。絶対80分は開けないから、そんな時間ないから俺今日。あ、そうね。そうね。まだ取らなきゃいけないし。はい。なんでちょっとね、実際どれぐらいかかって、まあもちろん満点は取れると思うんですけど。オッケー。なんか満点取れるんですけどみたいなこと言われるとプレッシャーになるからちょっとやめてくんない？じゃあ行きます。はい。じゃあ早速やってみましょう。はい。スタート。You're studying about Brazil in the international club at your senior high school. Your teacher asks you to do research on food in Brazil. You find a Brazilian cookbook and read about fruits used to make desserts. This fruit, I have no idea. Okay. Both, nothing can be used to make. Okay. Great desserts, cakes. No. Chocolate, ice cream, yogurt. Ice cream. Yogurt. Let's welcome our newest animal. これ全部やる。そう、頑張って。本当に。本当の実験。長いよ。いや、ネイティブどういう感覚なのか。ごめん、俺。違う、俺本当につまんなくて苦手これ、こういうの。Tomorrow, an accident of 8 bucks in 110 days. Check this out with the information. Books are not returned. Maybe with the internet connection down the computer or something. That's where quite an analysis is now. B. Okay.これめちゃくちゃ難しいよ。うん。めちゃくちゃ、これやばいな。これめちゃくちゃ難しいと思う。You borrow three books and borrow a maximum of 8 books. You borrow three books on the second and return them on August 10th.Maximum of 8 books at a time, at one time for 7 days. Check books out, go to the information desk, which is on the first floor. Books are not returned by the due date. You will not be allowed to borrow books again for 3 days. The day the books are returned. You borrow 3 books on August 2nd and return them on August 3rd.じゃあ、はい、答えですが、感想。これめっちゃ難しい。ああ、やっぱりこれアメリカ人でも全然難しい。あの英語だけじゃなくて、まあ共通テストはなんか引っ掛けとかそういう、もうパズルじゃん。そう、情報処理ね。全然お世辞じゃなくて、普通に俺からすると難しい。多分森哲さんはめっちゃテストうまいじゃん。はい、俺はそういうやつじゃないから、単純にこれ難しいなと思う。時間があればゆっくりできると思うけど、今日はちょっとね、まあちょっと保険としてそれを言っとくけど、答えは教えてくれます。文章から読むからね。そう、僕は説明じゃなくて
ャニングはやってない。そうですね。日本語だったらスキャニングはやるけど、80分があれば多分全部読んで、どう思います？それは。第2問とかめっちゃ時間かかってたから。そう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 。やっぱり先に。スキャニングの方がいいか。スキャニングしないと。だから先に問題とか見とく方がいいもんね。第2問めっちゃ何回も何回も。いや、俺第2問はもうつまんなすぎて、俺ライブラリーの図書館の話で。そうそう、図書館で。もう全然入んないの。まず1は？はい、じゃあいきます。はい。1。はい。3、次が3。はい、大丈夫です。はい、じゃあ大丈夫ですね。次が2、2、1。勝てる。2-1。よかった、できた。第1問は大丈夫だ。難しくなかった。難しくない。なんか、この2問が難しかったの。第2問めちゃめちゃ時間かかってたんで、はい。5。はい。3。はい。1。え？俺1間違った。え？え、ちょっと待って。Near the main entrance to the library。本当だ。まあでもこれはね、言ってた英語の先生でもこの問題間違った人、うん、まあいいよいいよそれは、うん、で、3-1 3-1、うん、OKOKOK、okay, okay. okay, 11番ね、はい、はい、2、はい、4、はい、2、はい、4、俺1だと思った。だってさ、そのこれめっちゃ紛らわしいの、ちょっと待って、言い訳言っていいいいよ、言って These results suggest thatOn the other hand, since coming to Japan, I've seen other problems such as space, time, and cost. Still, I know people here are content. なるほどね。なるほどね。そっかそっか。はい、俺の問題。第3問、1-1。うん。これもだって読まなくていいでしょ。そうだね。うん。これだって日本のこと知ってれば何も難しくない。1-1ね。で、次は順番が1-4-3-2の順番。1-4-3-2。はい。で、次は2-2。はい。ね、第3問が一番簡単で、第3問これが悩んだ、もう間違った人いっぱいいた。うん、オッケー。俺これ結構早くやったんじゃない？ああ、結構早かった。思ったより、ちょっと早くやっちゃったから、もし間違ったら教えてください。アツさんも生配信したのね。おお、共通テスト解いて荒れた。お、じゃあ教えてください。3。間違いました。今のところめっちゃ面白い。振りがよく聞いてるね。俺最初に3にしようと思ったの。でもイコフレンリーって書いてんじゃん。あれじゃない、 Most of the items って書いてる。あ、そう、 Most はダメだった。 OKOK。 はい、25-3、はい、26-2、はい、で27-1、はい、次が28-2。28が Great Buy。 これ悩むでしょ。まあね、これはね、割れた。 Buy のマイクロウェーブが、これ間違ったよ。これもね、一番アツさんのその配信の時にみんなが揉めて、2じゃないの、3じゃないのって言って喧嘩してた。え、理由は何ですか？情報見つけに行ってください。隠れた情報があるから、どれが一番安いかを計算しなきゃいけない。計算、なるほど。あ、気づいた。むずい。そこ学割が効くから。なるほど、スチューデンディスカウントが。なるほどな、結局制限編より安くなんだ。そう、これがね、一番ね、揉めたよ。だからこれやっぱね、ネイティブにとっても難しいってこと。難しいね。だったな俺ね。だから56はネイティブには解けるって、絶対全然むずくないんで。俺テーマに負けちゃうんだよな。いや、皆さんすごいと思うよ。森哲さんもすごい。俺もその SAT を一回取ったじゃん。その当たる、あれが終わった瞬間にもう二度とこれやりたくないとかさ、うん、でもめっちゃ好きじゃん。そうそう、まあまあね。そう、まあテスト前この前アベマ TV でそういうデベートしたんですけど、言ってた、すごいね。皆さんにいつもやれって言ってることを俺やらなかったの。問題先に読めばよかったよ。余裕かなと思って最初から最後まで読んでたら足りない。ということでネイティブは35分かかって間違う。そう、いいんじゃない？ということになりました。はい、ありがとうございました。